阿蘇火山博物館は、熊本県阿蘇市にある博物館。阿蘇山、草地里に位置する、中心施設で、同式地内には、オルゴール共和国も隣接されている。管理、運営は、公益財団法人阿蘇火山博物館、日崎文化財団。1982年に、阿蘇山観光活性化の一環として、旧阿蘇町の提案の下で設立された施設。また、 道山は日本を代表する活火山であり、状況によっては、加工立ち入り規制が敷かれることなどや、その他天候不良により加工見物ができない、時においても、随時道山のことをより学習できる施設として、九州産業交通が道庁の補助を受けて設立。博物館の中には常時展示されている、火山関連の部位や関連グッズなども設置。また、道施設により、 加工にカメラを2台設置し、現在の加工状況がリアルタイムで観察できるようになっているほか、加工の音も同時に聞けることから、臨場感、より学術的な加工見学が楽しめる。この他に、夏休み期間中やゴールデンウィーク期間中等においては、イベントも行われている。その後、同博物館の隣に世界のオルゴールを多数揃え展示する。 オルゴール共和国も併設され、より観光活性化を図ったが、九州産業交通グループの経営再建に、再始事業の売却対象となり、2004年3月に、同博物館、オルゴール共和国ともに、地元企業の麻生製薬に譲渡され、継承された上で、現在も運営されている。2008年より、麻生火山の地形、地質遺産をジオパークとして整備する中で、 同博物館は拠点施設と位置づけられる。2011年には同博物館内にアッソジオパーク推進室が移転設置された。1階2階3階。ありがとうございます。